マーリク・ブン・アナスの主張、ムワッターの漢本の書影。マーリク・ブン・アナスは、8世紀のイスラーム法学者、マーリキ法学派の祖、生涯のほとんどを預言者の町マディーナで過ごした。主張、ムワッターは、当時のマディーナの監修法を提示する、ジャーファル・サーディックと同時大臣。マーリクのより詳細な名前は、 アブーアブドゥンラーマーリクブンアナスブンマーリクブン、アビーアーミルブンアムルブヌルハーリス、ブンガイマーンブンフサインブンアムルブヌルハーリス、アルアスバヒーという。マーリクは、クライ種族の一人タイムブンムッダをシソとする、タイム部族の一家系、フマイル家に属する。マーリクの父も祖父も、法規範に詳しい知識人であった。生誕年は不明であり、 資料が推定する生誕年には、ヒジュラ歴90年から97年の間と、開きがある。どのような教育を受けたかについてもよくわかっていない。比較的後年の資料に出てくる話ではあるが、メッカで、ラーイのラビーヤという異名のあったラビーヤ、ブンファルフニフィクフを学んだという話は、あり得ることである。なお、後の資料になればなるほど、マーリクが学んだとされる師匠の数が増加する。 マーリクは生涯のほとんどをマディーナで過ごしたようである。資料により正確な時期を特定できる出来事としては、762年にヒジャーッツ地方でアリーの一族の支持者が起こした放棄にマーリクが巻き込まれたという事件がある。その前年761年にハサンスへのアブドゥッターの治めるメッカに反乱の気配を感じ取ったアッパースチョーカリフのマンスールが アブドゥッラーの息子ムハンマドとイブラーヒームの兄弟を引き渡す仲介をマーリクに命じた。このことからいくつかの事実が推定される。マーリクは761年の時点ですでにバグダードにまで知られるほどの名簿と威信を得ていた。そしてマーリクがアッパース町の中央政府に敵意を持っていると考えられてはいなかったということである。この仲介は成功せず、 アブドゥッラーの息子ムハンマドは762年にマディーナで拒兵する。マーリク自身はこの拒兵に関わっておらず家にこもっていたが、預言者モスクでマンスールに忠誠を誓った者のうち強制されて誓いを立てた者は必ずしもこれに拘束されないというハトワーを出した。これにより反乱に加わりたくても制約に縛られて加われなかった者たちが芝叩く間に、 ハンマンスール勢力に加わった。反乱は763年に鎮圧され、マーリクは新しくマディーナの代官に就任したジャーファル、ブンスライマーンの命令で無中地刑に処せられた。マーリクは刑の執行に起因する方の脱臼に苦しむが、これにより帰って尊敬を受けるようになった。なお、アブーハニーファにも獄中で虐待されたという伝承があるが、 マーリクのエピソードを下敷きにして創作された伝承と見られる。その後のマーリクはアッパース朝政権と平和な関係を保ったものと見られる。タバリーによると777年にカリフマフリーがメッカの聖域の構成を変更する件でマーリクに意見を諮問した。アブヌアイムやスユーティーによると796年、すなわちマーリクが亡くなった年にカリフラシードが メッカ巡礼の折に、マディーナのマーリクのところを訪問したという。この際、カリフは、マーリクの著書、ムワッターをイスラームの聖典にすると書紋して聞かず、マーリク自身がカリフを何とか説得して諦めさせたという。このエピソードはいささか客色に過ぎると評価されているが、カリフの訪問自体は歴史的事実であろう。マーリクは796年にマディーナで病死した。 太陽暦換算で85歳前後である。バキー墓地に埋葬され、創立は当時のマディーナの大官アブドゥル・ラーブン・ザイナブが仕切った。後年、埋葬された場所の上にクッパ建築が建ったことがメッカとマディーナを訪れた巡礼旅行者の旅行記により確認できる。新人深い人たちの中には、ティルミズイが収録したハディースの一つを後世におけるアブー、ハニーファ、 マーリク、シャーフィーの登場を予言者ムハンマドが予言していると解釈する者も,もいる。マーリクを数形する派の宗教書ではマーリクが母の体内で3年を過ごしたというエピソードが書かれる場合がある。マーリクに批判的な派の宗教書ではマーリクが若い。頃は歌手になろうとしていたけれども母親にお前は、 顔が不細工だからやめておけと言われて、フィックフを研究することになったというエピソードが書かれる、場合がある。マーリックと若き日のシャーフィーが出会う話も宗教書には、好んで取り上げられるエピソードであるが、歴史的事実であるという保証は与えられていない。マーリックのム、ムワッターは、現在に伝わった、法学書の中で最古のイスラーム法学書である。 ムワッターの伝承の過程で学派が発生し、マーリク法学派と呼ばれるようになった。ムワッターが目的とするところは、法と、正義宗教儀礼と宗教実践の全体を通貫することにある。ムワッターで外説されている規範や実践は、8世紀当時のマディーナで普通に行われていた観光に基づくものであるか、イスラーム教信者の共同体の合意に基づくものである。 さらに、観光と合意のいずれによっても解決できない問題に対処するための理論的基準を創造することも目的としている。アッバース長書記においてはごく基本的な問題についても人によって見解の相違が大きく、人々の間の潤滑油として機能するような法的規範が求められていた。マーリクはヒジャーツ地方で実践されていることを示し、 マディーナの監修法を成分化し、体系化することによって、こうした社会的関心に応えようとした。その意味で、マーリク自身にとって、伝統は、目的ではなく手段であった。なお、当時、監修と合意を書き残すことによって、こうした社会的関心に応えようとした知識人は、マーリクの他にもおり、例えば、マージャシュンといった人が挙げられる。 しかし、ムワッター以外に写本が伝承した例はない。その理由は、論争のあるポイントにおいて、ムワッターが常に中央的な視点を提供しているからと考えられている。マーリック自身は、ムワッターの正しい本文にあたるものを残しておらず、内容は弟子たちによる口頭の伝承による。その後、筆伝されるようになった。トータルで15種の違本があったようであるが、 現代に伝承したのはそのうちの2種のみである。マーリクには、ムワッター以外の著作もあったとされることがあるが、いずれも疑わしい。10世紀末のフィフリストには著者をマーリクに返す、いくつかの署名が上がっているが、この時点ですでに申請性に疑問が呈されている。ただし、これらの書物の実際の著者の中には、マーリクに直接指示した手子がいる可能性はある。ムワッター以外に、 マーリクの思想が記載された文献としては、サフヌーンのある、マダワのあるキューブラと、タバリーのキーターブ・イクトレイフ・アルフーコホがある。前者には、サフヌーンの疑問にマーリキー派の法学者の、イブン・カーシムが答える形で、し、マーリクの個人的見解が引用されている。このラーイは、イブン・はフブが伝承するものと同じである。後者には、聖典、クルアーンの法的な内容を述べる句に対する、 マーリクの注釈が記載されており、これら注釈は、イブン・ワフブ皇帝のムワッターを経由して伝わるマーリクの注釈の内容と同じである。イスラーム法学の発展の歴史におけるマーリクの歴史的位相について紹介する。時間軸で捉えると、マーリクがムワッターで述べていることは、時々の状況に応じて理由付けが行われたものであり。 方言のすべてをクルアンカ・ハディースに求めるという、後代のイスラーム法学の類型には当てはまらない。ムワッターは、イスラームの法的思想が、イスラーム法学になる前の段階を示している。伝承の追求が厳格さを増し、ある側面では硬直化して、ハディース学が成立するのはマーリクより、後の時代のことである。空間軸で捉えると、マーリクがムワッターで述べていることは、 成立期のムスリムの共同体が遵守しようとしたマディーナの監修法である。この監修法は原始的なものではなく公益を主たる制御としたコミュニティの高度な要請に応じて発展してきたものである。さらに一つの町のみならずアラブ的監修法の代表例でもある。タバリー、サムアーニー、ナワウィによるとマーリクは後世の人々に高い評価を受けているが、 その理由はマーリックが真意の探求に勤しんだからではなく、彼がハディースの神聖性を厳しく見極めたからであった。ムワッターでは法的判断について伝承されていることよりも、その当時のマディーナで間違いなく実践されている判断を提示することの方が優先される。シャーフィーはマディーナの裏マーのうち特にマーリックだけを高く評価しているが、これは偽ハディースをうのみにしない、 マーリクの厳格な態度による。ムワッターで、マーリクの個人的見解が示されるのは、伝承も合意も存在しない事案についてだけである。しかしこの、ある意味、寛大な面が、後の世代の方学者には、残念がられる結果になった。イブン・ハリカーンは、亡くなる直前のマーリクが過去に、ラーを下したことを介護したとするンラーイ派による伝承を伝えている。ありがとうございます。